歎異抄五条。これまで伸びてきた誤った考えは、どれも皆真実の信心と異なっていることから生じたものかと思われます。今は亡き親鸞聖人からこのようなお話を伺ったことがあります。法然聖人がおいでになった頃、そのお弟子は大勢おいでになりましたが、法然聖人と同じく真実の信心をいただかれている方は少ししかおられなかったのでしょう。ある時、親鸞聖人と同門のお弟子方との間で信心をめぐって論じ合われたことがありました。と言いますのは、親鸞聖人がこの善信の信心も法然聖人のご信心も同じであると仰せになりましたところ、聖観坊、念仏坊などの同門の方々が意外なほどに反対なさって、どうして法然聖人のご信心と善信坊の信心とが同じであるはずがあろうかと言われたのです。そこで法然聖人は知恵も学識も広く優れておられるから、それについて私が同じであると申すのなら確かに間違いであろう。しかし浄土に往生させていただく信心については少しも異なることはない、全く同じであるとお答えになったのですが、それでもやはりどうしてそのようなわけがあろうかと納得せずに非難されますので、結局法然聖人に直接お聞きしてどちらの主張が正しいかを決めようということになりました。そこで法然聖人に詳しい事情をお話ししたところ、この元空の信心も如来からいただいた信心です。善信坊の信心も如来よりいただかれた信心です。だから全く同じ信心なのです。別の信心をいただいておられる人はこの元空が往生する浄土にはまさか往生されることはありますまいと法然聖人が仰せになったということでありました。ですから今でも同じ念仏の道を歩む人々の間で親鸞聖人のご信心と異なっておられることもあるのだろうと思われます。どれも皆同じことの繰り返しではありますが、ここに書きつけておきました。枯れ草のように老い衰えたこの身に、露のように儚い命がまだわずかに残っているうちは、念仏の道を歩まれる人々の疑問も伺い、親鸞聖人が仰せになった教えのこともお話ししてお聞かせいたしますが、私が命を終えた後はさぞかし多くの誤った考えが入り乱れることになるのではないかと今から嘆かわしく思われてなりません。ここに述べたような誤った考えを言い合っておられる人々の言葉に惑わされそうになった時には、今は亡き親鸞聖人がそのお心にかなって
用いておられたお商業をよくよくご覧になるのが良いでしょう。商業というものには真実の教えと方便の教えとが混ざり合っているのです。方便の教えは捨てて用いず、真実の教えをいただくことこそが親鸞聖人のお心なのです。くれぐれも注意して、決して商業を読み誤ることがあってはなりません。そこで大切な証拠の門となる親鸞聖人のお言葉を少しではありますが抜き出して箇条書きにして、この書に添えさせていただいたのです。親鸞聖人が常々仰せになっていたことですが、阿弥陀仏が五劫もの長い間思いを巡らして建てられた本願をよくよく考えてみると、それはただこの親鸞一人をお救いくださるためであった。思えばこの私はそれほどに重い罪を背負う身であったのに、救おうと思い立ってくださった阿弥陀仏の本願のなんともったいないことであろうかと、しみじみとお話になっておられました。そのことを今また改めて考えてみますと、善道大師の自分は現に深く重い罪悪を抱えて迷いの世界にさまよい続けている凡夫であり、果てしない過去の世から今に至るまでいつもこの迷いの世界に沈み、常に生まれ変わり死に変わりし続けてきたのであって、そこから抜け出る縁などない身であると知れ、という尊いお言葉と少しも違ってはおりません。そうしてみると、もったいないことに親鸞聖人がご自身のこととしてお話になったのは、私どもが自分の罪悪がどれほど深く重いものかも知らず、如来のご恩がどれほど高く尊いものかも知らずに、迷いの世界に沈んでいるのを気づかせるためであったのです。本当に私どもは如来のご恩がどれほど尊いかを問うこともなく、いつもお互いに良いとか悪いとか、そればかりを言い合っております。親鸞聖人は何が善であり何が悪であるのか、そのどちらも私は全く知らない、なぜなら如来が善と大思いになるほどに善を知り尽くしたのであれば、善を知ったと言えるであろうし、また如来が悪と大思いになるほどに悪を知り尽くしたのであれば、悪を知ったと言えるからである。しかしながら、私どもはあらゆる煩悩を備えた凡夫であり、この世は燃え盛る家のようにたちまちに移り変わる世界であって、すべては虚しく偽りで、真実と言えるものは何一つない。
その中にあって、ただ念仏だけが真実なのである。と、仰せになりました。本当に、私も他の人も皆、虚しいことばかりを言い合っておりますが、とりわけ心の痛むことが一つあります。それは、念仏することについて、お互いに信心のあり方を論じ合い、また他の人に説き聞かせるとき、相手にものを言わせず、議論をやめさせるために、親鸞聖人が全く仰せになっていないことまで、聖人の仰せであると言い張ることです。まことに情けなく、やりきれない思いです。これまで述べてきたことを十分にわきまえ、心得ていただきたいことと思います。これらは決して私一人の勝手な言葉ではありませんが、経典や祖師方の書かれたものに説かれた道理も知らず、仏の教えの深い意味を十分に心得ているわけでもありませんから、きっとおかしなものになっていることでしょう。けれども、今は亡き親鸞聖人が仰せになっておられたことの100分の1ほど、ほんのわずかばかりを思い出して、ここに書き記したのです。幸いにも、念仏する身となりながら、直ちに真実の浄土へ往生しないで、方便の浄土にとどまるのは、なんと悲しいことでしょう。同じ念仏の行者の中で、信心の異なることがないように、涙に暮れながら、筆を取り、これを書いたのです。「歎異抄」と名付けておきます。同じ教えを受けた人以外には見せないでください。流罪記録。後鳥羽上皇のご治世の頃、法然上人は他力本願念仏の一宗を起こし、世に広められた。その時、興福寺の僧たちが、それは仏の教えに背くものであるとして朝廷に訴えた。そして、法然上人のお弟子の中に、無法な振る舞いがあった、という根も葉もない噂によって、処罰された人々は、次の通りである。法然上人、及びそのお弟子の七人は、流罪となり、また、お弟子の四人は、死罪に処せられた。法然上人は、土佐の国の波多というところに流罪となり、罪人の名としては、藤井元彦、男性、などとあり、年齢は76歳であった。親鸞は、越後の国に流罪となり、罪人の名としては、藤井吉実などとあり、年齢は35歳であった。縄文坊は備後の国に、
前工房を調裁は放棄の国に、広角房は伊豆の国に、方本房行空は佐渡の国に流罪となった。上角房高裁と千根房の二人は同じく流罪と決まったが、無動寺の自鎮歌唱が願い出て、二人の身柄を引き受けたという。流罪に処せられた人々は、以上の8人であったという。死罪に処せられた人々は、1、前尺房蔡尉、2、松岩房、3、十連房、4、安楽房であった。これらの刑は、任意の法院村長の裁定である。親鸞は、流罪になったとき、漱石を取り上げられて、俗名を与えられた。そこで、僧侶でもなく、俗人でもない身となったのである。これにより、徳の字を自分の姓として、朝廷に申し出て認められた。その書状が今も、劇帳に収められているという。このようなわけで、流罪の後は、自分の名前を、愚徳、親鸞とお書きになるのである。この歎異抄は、我が浄土真宗にとって、大切な商業である。仏の教えを聞く、機縁が熟していない者には、安易にこの書を見せてはならない。釈蓮。